ストックインアメリカです。今日作るのは牛乳食パン。牛乳を使ったしっとりふわふわのパンが出来上がりました。朝食が細いうちの子どもたちもこのパンだと食べてくれるので、今ではうちの定番食パンです。皆さんもぜひ作ってみてください。はじめに計量カップで小麦粉を測るときのやり方を紹介します。小麦粉をスプーンでかき混ぜ、空気を含ませ、計量カップにスプーンですくい入れます。ナイフなどを使い、押し込まないように余分な粉をすり切ります。強力粉 250g、砂糖 20g、塩 5g、牛乳 180ml をパンケースに入れ、ホームベーカリーにセットします。ドライイースト 3g は所定の位置にセットし、パン生地コースでスタートします。生地をこね始めて8分ほどすると、表面が滑らかになっているので、バター 15g を入れ、生地が出来上がるまで待ちます。型にバターを塗っておきましょう。台に粉を振り、出来上がった生地をのせます。軽くこね、ガスを抜き、丸めて10分ほど休ませます。10分経ったら生地を 28cm×20cm の大きさに伸ばします。伸ばした生地を手前からくるくる巻き、巻き終わりを指でつまんで閉じます。閉じ目を下にし型に入れ、ゆるくラップをして1時間発酵させます。型の高さより少し高くなったらオーブンで焼きます。あんこバターを作ります。常温に戻したバター1に対し、市販のあんこを2の割合で入れ、よく混ぜたら出来上がり。パンが焼き上がってすぐ食べないときは、粗熱を取り、ジップロックなどに入れて保管しましょう。こちらは前日作ったパンですが、まだふわふわしています。最後まで見ていただきありがとうございます。コメント欄に質問や感想をお待ちしています。あと、いいねボタン、チャンネル登録もお願いします。